去年、観覧船の乗客が怪我をする事故があった岐阜市の長良川鵜飼で訓練が行われました。お客様失礼いたします。ただいま竜巻注意報の方が出ましたので。今日の訓練には船頭ら105人が参加。鵜飼の最中に竜巻注意情報が出た想定で、船頭たちは川岸に観覧船を緊急着岸させ、錨で固定する手順などを確認しました。去年8月に起きた事故では、急激な豪雨と風に見舞われた観覧船が流されて座礁し、乗客2人が怪我をしていて、今日は無線を使って事務所から気象情報などの指示を受ける手順も確認しました。長良川鵜飼は来月11日に開幕します。